はい、皆さんこんにちは、タカです。お金の学校講師養成第4回のシェアしていこうかと思います。お金の学校の1回、2回、3回、4回やってきた中のちょっと振り返りをしていこうかと思うんですけど、1回目何を言っていたかというと、意識を向けることの大切さですね。何に注意を向けるべきなのか、自分が何を望んでいるのか、これを明確にすることが大事なんだと。意識を向ける話ですね。そして2回目の講座では、自分を認めること、そして自己認識です。自分の強み、スキル、これを改めて認識して自分を生かす方法を見つけるんだと。何も持ってないと思っていた自分が、実は人に貢献できるスキルや知識を持っていた、そのことに気づいていくんだっていうお話だったかなと。そして3回目は他人との調和ですね。お客様が何を望んでいるか、他人のニーズ、そしてそのニーズと自分のできる貢献を調和させていくこと、他人に対してどのような価値を提供できるか、そこをうまくマッチできるところを探していくんだ、こういう話だったかなと。そして4回目になると、これが行動ですね。行動と考え方の変革、行動を変えるために何をすべきかを自分で理解し、その理解に基づいて行動していくんだと。これで人生を変えていくんだ。そしてこれが一つのサイクルでありステップなんだというところですね。行動していけばいくほど壁が立ちはだかり、またネガティブがやってきます。その時にどうするかというと、また意識を向け直さなければいけません。何を望んでいるのか明確にすると、マイナスに意識が行きがちなんですけど、ネガティブが発生してもそこを振り切って、自分の強み、スキル、そこをもう一度立ち返って、自分は何ができるんだっていうことをしっかり理解した上で進んでいく。マイナスに意識を向くことは仕方ないんですけど、それを改善するのではなくて、自分はどうなりたいんだっていう未来の方を描く、未来をしっかり描くことによって、マイナスの意識から離れ、自分のスキルをしっかりと認識して、他人に対して貢献していく、その行動をしていく、これを繰り返すんだと。そしてこれをルーティンにするんだと。そういうお話だったかなと。どうしても人生ではマイナスがやってきます。何かをやればやるほどマイナスがやってきます。しかしそのマイナスをなんとか改善しようとすればするほど、これは苦しい時間になってしまうので、自分が望むべき未来、こちらを見るんだと。マイナスを改善するんじゃなくて、そこをと戦うと苦しくなるので、未来の方にフォーカスしていく。そして未来の目標、夢、これを描くことで、今やるべきことに立ち戻って、また行動していくと。この繰り返しですね。自分がしっかりと行動することで現実が変わっていく。思いを持っているだけでは何も変わらないので、しっかりと現実と戦いながら、
自分と悶々とすることも大事ですし、戦うことも大事です。しかしそこから行動にしっかり落としていって歩みを進めていく、このステップやっていくことが大事なんだと。なりたい自分に自ら自分で行動していく、この行動っていうところが今回4回目のポイントだったかなと。変えられるのは自分の考え方だけですし、変えられるのは自分の行動だけなので、しっかりと自分というところにフォーカスして頑張っていきましょう。今回はこれで終わりとなります。ありがとうございました。